和文のね、モールス符号の、えー、受信方法のね、私がやりました方法をね、えー、紹介させてもらいます。はい、まずはね、えー、モールス符号を覚えるということですね、どんな方法でも結構です、えー、もう不調で覚えてもいいしね、えー、語呂合わせでも結構です、とにかく、えー、覚えてください。次にね、えー、覚えたモールス符号でですね、文章をね、えー、打ってください。 えー、できるだけ、ね、身近なところですね、プロフィールとか家族のこととかね、そういうあの身近な、ねえー、ことをですね、えーまあ、3分ぐらいでしょうね、えー、がいいと思います、えー、売っていただいて、録音してもらいます、それをですね、えー、2つぐらい以上ですね、えー、2分例以上ぐらいね、えー、録音していただくと。 いうことで、まあその例をねこれからあのちょっとお移してみます。 はい、今ね、えー、へとくそな木 <laughs> さばきで、えー、録音しましたが、これをですね、もう一つぐらいね、えー、分類を作られてね、録音して、それをですね、毎日ね、えー、30分を2回ぐらいですね、これも毎日続けてもらうということがね、非常に大切なものですから、はいえー、ぜひそれをですね、続けていただいておけば、た分んですね、 1>, 1週間もあれば、あのー、ほぼね、えー、QSO で、えー、使われているです、ねあのー、和文が、ね、受信できると思います。まあ、各私もですね、今一生懸命 <laughs>、こんな本をです、ね、作りましてね、えー、他にですね、桃太郎の話をね、えー、入れまして、えー、それで一生懸命ね、今練習しております。まあ、ちょっとサンプルですんでね、 まあこういうふうなあのことで練習していただければわ、ねえー、割と早く、ねえー、受診ができるようになるというお話でありました。